ピエトロロレンツェッティ、最後の晩餐アッシジのサンフランチェスコ聖堂下道、ピエトロロレンツェッティ、キリスト降下アッシジのサンフランチェスコ聖堂下道、ピエトロロレンツェッティは、イタリアの画家。おおよそ1306年から1345年に、かけて活動した。ピエトロロレンツェッティは、シエナで生まれ、その地で没した。ジョバンニピサーの、ジョットの影響を受け、アッシジでは、 シモーネ・マルティーニと一緒に働いた。弟のアンブロージョ・ロレンツェッティと共に、シエナ派に自然主義を紹介した。三次元的かつ空間的な配列を試みた、兄弟の作品は、ルネサンス美術の先駆けとも言える。ピエトロの宗教画の多くは、シエナ、アレッツォ、アッシジの教会にある。彼の最後の作品の一つ、聖母の誕生は現在シエナ大聖堂。 付属美術館にある。彼の最高傑作は、何といっても、アッシジのサンフランチェスコ制堂下堂の、テンペラフレスコの装飾であろう。そこでは、大きなパネルの連作に、キリストの卓形、十字架効果、埋葬が、感情豊かな人物像と共に描かれている。しかし、これらの場面の群衆表現は、型にはまった軍隊としての感情表現に、覆われているに過ぎない。 個々の図像がより集まってなしている舞台設定は多くの先行図像との類似を見出せない。それはまるで個々の人物像が互いに何の関連も強いられることなく画面に糊で貼り付けられているかのようである。この下道にある絵は他の絵も含めてフィレンツェのサンタクローチェ会のバルディ礼拝堂及びペルッツィ礼拝堂、パドバのスクロベーニ礼拝堂にある。 ジョットのフレスコ画に見られる物語性からの影響を見ることができる。ロレンツェッティ兄弟やフィレンツェから来た競争相手のジョット、さらにはジョットの弟子のベルナルド・ダッディ、マーゾ・ディバンコたちが、それまでビザンティン美術の図像から上辺だけ抜いてきた人物を背景に描いてきたイタリア絵画に革命の種をまいた。とはいえ、一般的にシエナ派の図像は、 より自然主義的なフィレンツェ派に比べると神秘的、幻想的で、時々、現代のシュールレアリスムの風景画に現れる、何かに高まったようにも見える。ジョルジョ・バザーリはその著書、画家、彫刻家、建築家列伝の中に、ピエトロ・ロレンツェッティの伝記も含めている。ありがとうございます。